中国に負けたバーレーン監督。逆ギレ発言が中国で話題。中国ポータルサイト直巻派によると、中国代表チームに負けた、バーレーンの監督は記者らと言葉を交わした、記者会見で泣いたら勝てるのか?というタイトルで記事を特集。ワールドカップ予選グループ C 第5節で、サッカー代表チームがアウェイゲームで、バーレーンに1例で勝利した、試合を、バーレーンのキッチ監督と、バーレーンの記者らが、互いに嫌悪感をあらわにした。キッチ監督は、サッカーでは、リードから敗戦に変わることは一瞬であり、選手たちは不当な敗北を喫して、難しい立場にあったと思うと語った。私は選手たちを慰めなければなりません。私たちはワールドカップに参加しているのです。私が記者会見で泣いたら、私たちは勝てるのでしょうか?日本、インドネシア、中国とのホーム3試合は、勝利しませんでしたが、どの試合にも特別な事情があります。私たちはこの試合に負ける資格がなかった、ということをもう一度強調したい。また解雇されるのが心配ですか?という質問には、これは私の仕事であり、何が起こるかわかりません。しかし、私たちは物事を前向きに捉える必要があり、そして私たちが所属するグループは非常に強力です、と語った。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。よく泣きなさい。あなたは私たちより強いので、恥ずかしいとは思わないでください。中国のホームで、バーレーンと対戦するときに、涙を流してほしい。サッカー中国代表チームに負けるのは、本当に悔しいですよね。記者会見では、覆せませんよ。我々が所属するグループは非常に強い?私たちを、褒めてくれているようですね。私たちはとても強力です。バーレーンチームに残された時間は、あまり多くない。結局のところ、このロー監督はイワンと同様に、セルビア人であり、やや親中である。この男もイバンと同じ気持ちを感じているのだ。勝つことは本当に気持ちがいいですね。気持ち良すぎて夢の中でも笑ってしまいます。ははは。私たちがいるグループはとても強いです。日本を除いてこのグループは腐った魚やエビばかりです。Thank you.